はい、いい感じになりましたね。明日は試合、はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、これだいぶね、縛って、置いといたんで、シワ寄りにくいようにね、しっかり、見て縛らないとダメですけど、だいぶフォルムがね戻ってきてるんじゃないかなと思いますね。今日は前回の予告通り、ポケットのねお掃除をしていきますね。どうぞ。はい、じゃあ見てみましょうか。どんな感じになったかな。うん、だいぶいいんじゃないでしょうか。ちょっとあれ、ポケットやっぱり伸ばさないと。はい、じゃあね、これからこのポケットのお掃除をしていきます。今日はね、いつもお掃除に使ってますストロングメンテナンスクリーナーですね。いつも聞かれるんですけど、これ新しいの出てますけど、これまだ残ってますからね、こっち使っていきますね。で、歯ブラシでやっていくとよく落ちるんですが、いつも聞かれるのは歯ブラシね、どんな硬さがいいですかって。それは皆さん自分で決めてください。よいしょ。こう適当に歯ブラシ使いますけど、硬いのから柔らかいのまでありますんで、好きなのを使ったらいいんじゃないですかね。はい、今日はこれ使おうか。用意するのはいつもやってますけど、歯ブラシとタオルでちゃんと汚れを落としていきますね。基本はちょっと歯ブラシ掃除しておきましょうか。歯ブラシ先に掃除して、よいしょよいしょ、きれいに、ゴミがねちょっと嫌だからね。はい、よいしょ。はい、じゃあやりましょう。基本はクリーナーで汚れを落としておいて、タオルで拭き取るということですね。浮いていきます、浮いていきます。はい、いつも通りね、こんな感じでね、汚れが浮いてきますんで、この辺ね。で、浮いてきたところをちゃんと拭き取らないとダメですよ。そうするとこっちについてきますからね。これいつもやってますけどね。はい、ここね、もうちょっと、この繰り返しですね。
つがこんな感じですね。見えてきましたね。ほぼ落ちてきましたね。もうちょっとですね。はい、だいたいいいでしょう。グリスが染み出していい色になってきてましたね。明日またね、この辺柔らかくなるように綺麗になるように加工しますけども、今日はあと油を今ね塗ったところの余分な油分をブラッシングで落としておしまいですね。はい、いい感じになりましたね。明日は仕上げになりますね。それでは皆さん、さようなら。